はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はポッコリお腹改善体幹トレーニングと背中二の腕痩せエクササイズの2本を紹介します。今回用意してもらうものはロープまたはタオルです。このロープまたはタオルがあればですね、すごくエクササイズを行いやすくなります。できればこういった肩幅よりも手1個分長いロープを持ってもらったら、重りがなくてもですね、しっかりトレーニングすることができます。ではまず体幹の方から紹介します。ポッコリお腹改善の一つとしてはですね、骨盤周りの体幹部を鍛えることです。骨盤が安定している人っていうのは歩いてもしっかり足痩せできますし、歩くことによって体幹部がブレやすくなるのを安定することができるので、それだけで鍛えることができます。で、今回その意識としてはですね、ロープの端を持ってバンザイします。バンザイした時に左右に動いていきます。ポイントとしては腰から下は動かないようにです。手もこのようにならないように、このまま体を倒していくんですけども、ここの腰がこっちにね、動かないように今の位置のままで体幹部を安定して倒れる。腰から下の位置が変わらないように今の位置のままで体を倒していきます。そうすることで体重がかかってもここの骨盤周りが安定することができますから、反ってしまう腰とか猫背になってしまう腰とか、そういった場合の骨盤周りが安定してしっかりお腹を押さえる、内臓を持ち上げる、体を持ち上げる力が身につきます。これをですね、左右前後10回ずつ行います。呼吸は自然です。ここからまずゆっくりですね、腰がずれないように横に倒れて、前もですね、前かがみになるんですけども、お尻がこう出ないように腰から下はキープしたままで上体を前に倒していきます。今度はお腹を引っ込めて骨盤が動かないように、お腹が出ないように腰から下をキープしたまま、お腹引っ込めたままで後ろに倒れて戻ります。ですのでしっかりね、こんぐらい動いてるっていう人はちゃんとできてない場合が多いです。本当に腰から下が動かないようにしようと思うと少ししか動けません。こんなもんです。これをですね、各方向を10回ずつ行っていきます。では行きましょう。まず横から10回、1、2、3、腰から下が動かないように、お腹を引っ込めたままです。5、6、ロープの端をしっかり引っ張って、7、体を上に伸ばします。8、9、10、反対です。1、真横が分かりにくい方は首を横向いてですね、手の位置を確認してください。2、3、4、腰が動かないように、5、6、7、8、9、10、はい、今度前行きます。お尻が後ろに出ないように、1、2、お腹にしっかり力を入れて、3、4、5、6、お尻が出ないように1、8、9、10、ラスト後ろです。1、
お腹が前に出ないよ。はい、お疲れでした。どうでしたか？お腹周りが熱くなっていればバッチリできてます。もしね、腰が痛いとかそういった場合はまっすぐできてないので、しっかりお腹を引っ込めてですね、骨盤を立てた状態で横前後に動いてもう一度チャレンジしてください。で、次はですね、背中と二の腕痩せをエクササイズしていきます。まずポイントとしてはですね、ロープの端を同じように持ちます。後ろに手を置いてですね、ロープは上から持ちます。これでまず前かがみになるんですけども、ロープの端をサイドに引っ張ることによって肩甲骨を寄すことができます。ロープの端を引っ張ることで肩甲骨が寄せれます。この肩甲骨を寄した状態でキュッキュッと二の腕の位置が床と水平になるように、こういうふうに動かしていきます。これでロープが体につく、腰についたところから後ろに伸ばす、後ろに伸ばす。これをゆっくり一緒に10回やっていきましょう。これは猫背改善にも効果的です。しっかりロープを引っ張る、短めに持った方がしっかりいいです。ロープを横に引っ張ることで肩甲骨をまず寄した状態を作れます。そこから二の腕、肩甲骨周りを動かしていきます。ゆっくりいきましょう。10回です。ロープをしっかり横に引っ張って1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OK です。お疲れ様でした。エクササイズ的にはたったの50秒です。50秒でこの2種目やってもらうことで、しっかりポッコリお腹、背中、二の腕トレが行えています。結構二の腕を動かす場合ってこういう風にね、体が動いてしまったり、力が一回抜け切ってしまったりなってしまうので、ロープを使うことで力が抜けてない状態から動かす。でロープを引っ張ることによって腰回りが安定して、こういう風に動かないように腰から下は安定させて位置が変わらないように行うことができます。これでしっかり歩き方、姿勢作れてきます。このポッコリお腹体幹トレやってみた方、よかったらコメントも待ってます。ご視聴ありがとうございました。